はい。えー、先日までですね、新商品としてブラックな思考術みたいなのをちょっと販売してたんですけど、購入していただいた方がですね、早速アウトプットしていますので、僕もアウトプットしようと思います。<laughs> アウトプット返しですね。はい。ブラックな思考で早速変わったことをアウトプットします。ブラックな思考を知る以前は正直思考しない人や調べればわかることを調べずに聞いてくる人を私生活や勤務の時にイライラしていました。それが感情、 えー、思考行動に変えることによって、こいつは、こいつはになってから待てよと、一呼吸入れることができるようになりました。待てよと。今までは、なんだこいつ、ふざけんなよな、お前そんなに自分で調べろよ。みたいな感情感情ですよね。わかります感情感情みたいな。感情が発発感情が出て感情が出るみたいな。感情が生まれて感情が出ていくみたいな感じですよね。 で、えー、一呼吸入れるようなことができるようになり、そうか、この人は考えないし、そもそも思考がないから自分がいちいち怒ったりイライラるするのは、そもそも間違っていたなと。待てよと。そもそも論として、この人がこういう質問をしてくるっていうことは、あ、あ、なるほど、勉強されてないんだな、みたいな <laughs>。みたいな感じですね。客観的にまあ見れるように、あの考えるようになった。って物事のことを俯瞰して見れるようになったってことですよね。うん。 そう言い換えればその人は根本的に思考がないから悪気はないそう根本的に勉強を知らないからしょうがないみたいな話ですね思考がないから悪気はあげないそういう人に怒るのもそもそも筋違いできない人に注意する必要はないと考えれるようになりましたとまあこれはまあそうですよね知らないこと要は自分は知ってるんだけど相手は知らなかったら自分の何ですかね自分の正義と相手の正義は違ったりするわけじゃないですか自分の常識と相手の常識は違ったりするわけなので うん、でも、自分の常識の中で動いてると、自分の常識が正義みたいになっちゃう部分もあるので、そもそも相手知らなかった、ね。その、例えば、なんですかね。ババ引きをやってて、なんか、上がりみたいな。いや、お前ババあるやんみたいな。え、そうなのババがあって上がりが上がりじゃないのみたいな。ふざけんなよ、みたいな。ね <laughs>。ルール知らない、みたいな。ねババって最後、あの、残っちゃうとダメですよね、確か。ルール的に。ババ抜きって。 うん、ババが残ってるとダメなんだけど、その人はルール知らなくて、ババが残ってるから上がりみたいなね。おい待てよみたいなね。でも知らなかったら、知らないはあるけど、悪気があってね、悪気があって上がったわけじゃないんだけど、バ悪気があって上がったわけじゃないじゃないですか。じゃあ、その、そのババ抜きを、例えばババ抜きをイメージしてほしいんですけど、ババ抜きをやったときに、 その、こ、そ、そもそもババ抜きのルールを知ってるという前提で始めてしまった、このゲーム、ゲーム、その組織のルールに問題はないのか、組織というかね、そのゲーム開始に問題はなかったのか、しゃちゃんとみんながルールを理解していることを確認して、ゲームを始めなかったっていうのはどうなのかっていう、客観的にその、その問題が発生したことを分析したりできるじゃないですか。だけど、感情感情だと、なんでお前ルールなの知らないのババ抜き知らないの えー、今どそんなわけないみたいなね。<laughs> 知らない人は知らないかもしれないですよね。なるほどね。そう。今思えばそういった余計なエネルギーを使っていたと思います。今後できるのに手を抜いている人には、ともかくそもそもノりが足りない人や、できない人に何か言うのを、その数字がよく考えるようにします。何かある意味冷たい人間になりますと、残りの人生考え,考えたらそこにエネルギーを使う時代は終わったなというのが現時点の考えです。ということで。 まあ、あの、これはポジショニングにもよると思いますけどね。例えば、その会社のリーダーで、その部下のことを考えないといけない。であるならば、そこにエネルギーは注ぐっていうのが仕事じゃないですか。ね。あの、マネージメントしていくっていうね。うん。だからこれは、まあ、ポジショニングにもよってくるとは思いますけど、うん。まあ、こういうアウトプットされてるので、そういうポジショニングではないのかもしれないですけどね。 部下が何十人もいて、部、部下にそういうふうに、全部そういうふうに、まあ、あこいつは勉強してないからな、しょうがねえなっていうふうに <laughs>、まあ、放置プレイするのも、あれじゃないですか。そこは教育していかないといけない部分もあると思うんで。うん。これもまあ、なんですかね、どう考えるかですよね、その現象に対して。まあ、ただ部下で言うならば、ふざけんなことできねい部下ってこう考えるのかあお、あ、感情がそう出て、その感情でこう、 対応するのかじゃあそもそも何でこの部下はこう仕事ができないのかその理由原因は何なのか、えー、じゃあその人たちをどう行動させるためにはどうすればいいのかっていうことを考えてマネージメントしていくっていうのが、まあ、そもそも部長係長支店長、えー、なんですかまあそういう人たちの仕事ですからね。うん まあ多くの人はね、この感情感情で言ってるので、感情が出た時に人間は感情の生き物なんですよ。だから感情は出ますなんかね。だけど、その時に感情感情でやっちゃうと、あまり人生っていうのは良い方向に行かなかったりします。まあ多分一部の人は言ったりとかするんですよ。俺は海賊王になるんだうぎゃーって行く人もいるんですけど、うん全員ではないので <laughs>、全員ではないんですよ。 もしあなたがね、ルフィみたいに俺は海賊王になるんだっていうような人であるならば、もう会社辞めて起業してますよ。もう一度言いますね。あなたがルフィみたいな人であるならば、もうね、もう感情が、感情が大志を抱いてね、志を抱いてるはずです。その感情がすごい多くて志、それが志になって起業してると思います。<laughs> みんな起業できないですよね。いや、吉田さん、今の会社辞めたら給料が、 成功しなかったらどうするんですかみたいなね。<laughs> 生活の保障はしてくれるんですかと。それができたら苦労しませんよっていう人が9割9分なんじゃないかなと。辞めたいですよ。それは満員電車乗りたくないですよ。とね、辞められるもんだったらすぐ辞めたいですよ。と辞められる状況じゃないんですよ。吉谷さんに僕の気持ちが何がわかるんですかと。あなたと僕は違うんです。みたいな感じじゃないですかみんな。だから、ここが必要ってことですね。うん。 吉谷さんみたいに自由な生活を送りたいです。わかりました。今日、辞表を出してきます。ね、<laughs> 片道切符で行きます、みたいな、はい。これね、結構有名な話なんですけども、あの、何ですか、吉田さん、吉田ソース、吉田ソースさん、うん、吉田ソースさんの成功話知ってます吉田、吉田ソース、成功。 吉田ソース無一門から億万長になったアメリカンドリーム。この吉田ソースさんの。この吉田ソースさんって、片道切符でアメリカに渡米したんですよ。確か。うん。どうですかあの、片道切符で渡米できます。<laughs> <laughs> そう、この吉田ソースさんね。その、うん。これはすかその、と、このどっか調べれば出てくると思うんですけどね。19歳で渡米と。ちょっと読みましょうか。 絶叫のいじめ、19歳で飛べた。1949年、吉田に最初に転機を襲れた4歳の頃と。あ、これちょっと長げな。あ,あ、これ、ここから行きましょうか。大学受験に失敗した吉田は19歳で飛べを決意する。手にしていたのは母親が自分の稼ぎの中を持たせていからアメリカの型、えー、往復往復往復あったのかな現金500ドルのみ。日本には二度と戻らない。あ、でもこれ片道かすいません、勘定もないですけどに。日本には二度と戻らない決意だったと。 日本には絶対戻ってこない、みたいなね。もう、お金、お金が、よくね、これもあるじゃないですか。吉田さん、稼げるようになったらドリアク入ります。いや、稼げるようになってるからドリアク入る必要ないんじゃないみたいな。いや、稼げるようになったらいつかドリアクに入りたいと思います。いや、稼げるようになってるんだからもう入らなくていいんじゃないかみたいなね。みんな、こう、稼げるようになったら買いますとかね。まう、い文句なんですけど。 <laughs> でも、このすげえ感情がめちゃめちゃ強い人っていうのは、もう片道切符というかね、もうこんな感じなんですよ。でも多くの人はそうじゃないんですよね、わかります、ルフィにはルフィじゃないんですよ、みんな。だから、感情と思考、感情,で感情が出ても思考でしっかりとこうコントロールしていくっていうことをやっていかないと、難しいよねっていうお話でございます。 はい。ということで、終わりたいと思います。まあ、あの、ブラックな死亡術ね、購入していただいた方はね、もうどんどん使ってください。まあ、私生活からも、普通にもう私生活レベルで使いますからね。普段の仕事からでも、その、あの、なんだ、普段の仕事から、そしてプライベート、いろんなシチュエーションで全部使います。で、これを癖つけて使うようになると、マジで全然違う世界になるので、本当に。変わりますよ、まじで。 うん、僕も最初からできたわけじゃなくて、それを癖づけたっていうことですね。常に俯瞰的に見ると。うん。そう。でもね、感情で。だから怒らなくも、ほとんど今怒るってことないですね。うん。だって怒、怒るってすげえパワー使うじゃないですか。確かに感情がグッて出るんですよ。ね。なんかムカつくことがあるじゃないですか、いろいろとね。でもガッて出るんだけど、フッて冷ますっていうね。もう、急速冷凍みたいな。<laughs> でも、その沸騰しちゃうんですよね、その思考がないとうわーみたいな、で、パワー、どんどんエネルギー消費していくじゃないですか、怒るってすげえパワー使うんで、うん、いや、怒るっていうパワーに使うんだったら、行動する、自分が稼ぐっていうところにパワー使ったほうがよくないですか、パワーはそのーん、そのなんだ、無限にないので、どうですか、無限にあります、年取ったら、僕、年取ったらパワーなくなっていくし。<laughs> ニコラ・テスタラかみたいなね <laughs> ニコラ・テスターが昔開発した無限エネルギーみたいなねそう,うーんまあそうではないと思いますのでそのエネルギーも限られてるとまあ命も限られてますからねうんはいどこにエネルギーを注ぐのかっていうどこにエネルギーを分配していくのかっていうところは非常に大事なので、えー ブラックな思考術を購入された方は、普段の生活からぜひ実践してみてください。では終わります。ご視聴ありがとうございました。